はい、皆さんこんにちは。今回、何に関して言及させていただきたいかというとね、番組をご覧いただいている方から質問いただきましたので、その方の質問に対して、まあ、ご回答させていただきたいと思います。綺麗な、ね、言葉で語らさせていただきたいと思います。そこだけご承知いただければと思います。で、この件、何に関してかというと、徳岡さん、ジャーナリストの徳岡さんが、パスポート返納命令ということを出国できなかった件に関して、どのように思われますかということです。この方ね、徳岡さんって、まあ、知ってる方結構いると思うんだけど、中東のイエメンで飢餓問題などの取材を予定しているが、政府からパスポートの返納命令を受け、渡航を禁じられたということで、じゃ何があったのかということです。まあ、去年10月、現地スタッフを通してイエメンのビザも取れたということなんだけど、どうかしら今年1月、今年1月って、あ、先月か。先月なんだね。先月、オマーンを経由して、陸路でイエメン入りを計画していたところということで、オマーンに到着したところで入国を拒否され、強制送還されたということなんですよね。オマーンに関しては、まあ、この間、10月訪れたばっかですけど、飛行機で空路で、訪れました。これどっから行ったかな、カタール、バーレーンか。バーレーンのマナマからオマーンのマスカットまで行ったんだけど、その時パス、ビザって確か空港で取れたので、空港ですぐ取得したんだけどね。でその時にね、この方は、まあ、パスポートで、ね、入国拒否されてしまったという、強制送還されたということで、まあ、イエメンに入るってことでね、結局それを事前に通告されて、多分強制送還されたんじゃないかと思うんだけど、確かにそのイエメンに行く場合っていうのはサウジから、まずサウジって招聘状が必要なのでなかなか行くことできません。これも、まあ、サウジアラビアも行こうと思ってるんだけど、ちょっと難しい、今の段階でちょっと難しいんだけどね、まあ、行こうとも行けるんだけどね。でオマーンに関しては簡単に行きます。で、そこからイエメンに行く陸路で行くというルートがあるんです。これがね、ただ多分これ事前に察知したんでしょうね。それによって入国をされなくて、結局は強制送還という措置になったと思うんだけど、それによって、まあ、先月だからね、それね。で、今月2日に改めてカタールとスーダンを経由し、空路でイエメン入りを目指したということで、カタールとスーダンということなんで、カタール航空でカタールのドーハ経由でスーダンに行って、スーダンからという形なんでしょうね。スーダンから、いわゆる、カイロで行く予定だったんでしょうけど、そこで、羽田空港の出国審査場の、ね、自動化ゲートを通れず、そこで初めてパスポートの返納命令が出ていたことを知らされたということです。これっていうのは事前に家とかで届かなかったんですかね。定住しているところにすぐ届くと思うんですけど、そこがちょっと不思議な点です。で去年10月シリアで拘束されていた、まあ、いわゆる安田純平氏が解放されて議論となったということで、命の安全と取材の自由ということで、まあ、これアベマテレビって、まあこの方出てるんだけどね、まあ、自分はメンバーテレビで出たことあるんだけど、その中でまあいろいろとその議論に対して言ってたんだけどね、うん、で、これに関して何があったかっていうと、羽田空港でね、旅券返納命令が出されてるのを知った時の状況に渡航者は次のように話すということで、出国審査場に着くまでの何の問題もないと思っていたパスポートを機械に通そうとしたら、このパスポートは登録すべてが表示されたということで、その場にいた入管の人たちも機械の故障かと、尽力してくれたが、問い合わせた結果、パスポートが無効化され、私に対して旅券返納命令が出ていることが分かったということで、返納命令は羽田空港で職員から外務省からのファックスを渡される形で初めて自分に対して執行されることを知ったという、まあ、この辺は外務省言って分かる、ね。まあ、大使館なんかもいくつかいろいろやり取りしてるし、モルドバの行った時ね、モルドバでちょっと大使館の人がお世話になった件があるんだけど、で、そこでね、事前に返納命令は受けていない。それはそうか、そうだったんだね。まあ、本当は事前にするべきだと思うんですよね、これね。もしそうだったら。で、さらに日付のところは手書きになっており、まるで出発に合わせて命令が出されたようだということで、購入した旅券は全て無駄になってしまったということです。だから多分その予約が入って、で、途中でどこかで知ったんでしょうね。で、多分警察とかなんかどこだ、外務省がどこかから連絡来たって言ってましたから、途中でどこからの情報を得たんでしょう。で、そこに何が書かれてるかっていうと、渡航会社1月にオマーン入国を拒否されており、外務省からの旅券返納命令書でオマーンにおいて入国を拒否され、同国に施行されている法規により入国を禁止されているためといった理由が記載されているということで、これに渡航会社は確かに旅券法ではどこかの国に入国を拒否された人に対し外務大臣のパスポートを発行しないことができると書かれていると理解を示す一方、まあ、今回オマーンを経由する予定でなかったことから入国拒否したら国に
に迷惑かけないよう日本側がパスポートを返納される趣旨の法律、オマーンに入ろうとしていないように返納命令が出るのはデタラメな運用ではないか。これが当たり前だとしたら一カ国の入国を拒否された場合に日本国民は国内に閉じ込めるということが可能になってしまうと主張したということです、ね、で、あのオマーンで入国拒否されたら不審に思ったことがあったというオマーン入管の友人にブラックリストの手がないから入れるという現地をもらってから出発している。それが実際に行ってみたら入れなかったということで、その友人に問い合わせたところパスポートが入管から警察に渡されていること、さらに日本大使館が情報を提供して警察が動いたという説明、その時は本当なのかと疑ってしまったが、強制送還される際の飛行機に乗る時にスリランカ航空の人がなぜ日本大使館の人がここまで来るのかと聞いてきたということです。日本大使館は邦人保護のため捕まった日本人が安全な状況である、あるかや健康状態を確認することはあるが、私の場合は日本本人に聞く、しかし私に一声もかけず遠くから見送ったというので非常におかしな行動だったということで、トコカシはまあ家に行くことをなるべく秘密にしていたというが、出発の前日に、警察から、ね、電話がかかってきており、つまりはトコカシの所在を確認するような聞き取りがあったとしているということです。まあ、あえて、誰だ忘れたけどね、あえてパス、あのどころシリアに行くって言って、ね、あの人はいましたけど、あの人もちょっと怪しいなと思ったんだけどね、あえて言わずに一人で トルコから入ればいいのにと思ったんだけど、そこもちょっと怪しいなと思った時あるんです。で、これはね、意見、自分の意見を述べさせていただきましょう。まあこれはね、やっぱり批判的なコメントばっかりですよ、ここ見てるとね。例えばどのようなことが書いてるかっていうと、素晴らしい、この政府の判断を断固支持します。これが262件いいね、10件が悪いね。まあこれはまあこれからまた増えてくると思うんだけどね。イエメンに行くことを隠してきた、なぜ隠す必要がある、何か隠さなあかん理由があったのでは、そうでなければ正々堂々と公表し出国すればよかったのに、ということです。まあ、他にも多くの、ね、意見が書かれています。でこれは例えばね、左右の思想関係なく、左右のね、まあ大体ジャーナリストと称する人々、国際ジャーナリストもそうなんだけど、やはり左的な人が多いのが実情です。だから世界平和、紛争地帯で、だけど日本人としての意識があるのかないのかといった場合に、通った場合にね、なかなかそういう国際人、まあ、国際人なんてことはないんですけどね、世界各地を回って、留学仕事で、海外住んできました。だから必ずと言っていいほど、どこの国、自分たち I am from Japan とか、ね、I am from Korea とかね、コリアとか、まあ、いろいろ言ってくるわけです。 I am from China とか、 I am from France、 まあ from なんてまああれですけど、だからそういったところで、まあ、どこから来た、どこどこ出身だ、何々人だっていうのは必ずというほど言うわけなんだけど、その中では左的な人に関してはそういった意識もないのかもしれない。国境が、まあ、ない、まあ、自分は海外の友達もいっぱいいますから、まあ、世界人類皆兄弟とは思っていながらも、ただやっぱり人々民族が違って、人種が違ってくると、やっぱりそういう、ね、文化とか思想もちょっと違ってくるわけです。そういったところも世界回って知った身ですけど、まあ、そういったことは抜きにしてね、まあ、世界各地回る上で確かにね、この人が言うことはよくわかるんです。それはなぜかっていうと、まあ、世界を回る上でね、いろんなところあるじゃないですか。自分なんかも世界各地回ってます。今まで81カ国行ってます。ドニエストル共和国っていう、皆さんね、これなかなか知らないと思うんだけど、モルドバから分離独立して、いる国家があります。モルドバはそのとあれをね、認めてません、独立をね。でその時、まあ、モルドバの大使館にちょっと訪ねたりもしたんだけど、その後自分はそのモルドバからキシニョウからバスを使ってドニエストル共和国まで行きました。もしくは、北キプロス共和国ってあって、北キプロス共和国ってキプロスがあって北と南で分かれてます。で北キプロスに関してはトルコ系、まあ、これに関しても動画で撮影してね、写真も撮ってるんだけど、動画で撮影してこちらでアップしてるので、北キプロス共和国とかね、ドニエストル共和国ってやっていた、例えば自分の動画で見て、出てくるのを見ていただければと思います。最近これチャンネル登録された方も結構いらっしゃると思うんでね、そういったところ世界各地もあったけどね。であとコソボとかね、コソボ紛争で有名なコソボ、まあこれも自分も動画アップしますけど、世界各地回ってます。でその中で確かにね、海外渡航でいろいろ見て誰かが伝えなければならないのは事実なんです。これはね、で写真を撮ってビデオを撮って、でこういう状況があるってことを世界の人々に知らしめるのは実情です。これは確かに意義がある。
ただまあここで今言われてるってことは何があったかっていうと、まあ、安田純平氏がまあシリアで拘束されてあれだけ3年以上ね拘束されてたわけじゃないですか。でその中でやはりね、そういった法人今シリアとか、ね、イエメンレベル4です。だから外務省は渡航の渡航しないでくださいって言ってるわけです、ね、何があってもそのレベル4の地域に行くってことは、死を意味するようなものでもあるんです。まあ実際は安全を買えばね、家になって自分も行こうかなって考えた時もあるんだけど、実際オマーンから行けるんです。だからオマーンに入ってからそこで手配してね、行くってこともできるんだけど、あえてまあね、そこまで行く必要はないのかなと思って、それにはもちろんかなりのね、イエメンに行く場合っていうのは、車も手配しないといけない。イエメンってまあ一昔前はそうでもなかったんだけどね、まあそれでも昔もちょっとあんまり治安良くなかったか。で、そのところでまあ警備も雇って、でお金を相当かけていけば大丈夫だったりすることもあるんだけど、いつ何時そういった爆弾テロに遭うかわからないし、外国人の誘拐もかなり流行ってるのが実情です。これはシリアにとっても同じです。シリアだって昔はイエメンもそうだけど行けたんです。で、その中で確かにそういった世界を見て貧困となったんですけど、そういったところを見てね、正直に発信するってのは確かに意義があるのかもしれない。ただね、これ言わさせていただくと同じように海外に出る身で言わさせていただくと、それによってこの間の安田氏みたいにね、捕まってしまって、で結局はカタル政府が肩代わり、カタル政府に金出したら、まあこれはちょっとあえてここでは言及しないでしますけどね、いろんな問題があるので、まあ、カタル政府にじゃあそのお金カタル政府が出していたのかっていうところが疑問なんだけど、まあそこはちょっとやめておきます。で、とにかく、そういったことが起こってしまう。で、ね、ネットで例えば日本政府が悪いとかそういうふうに言ってしまう。じゃあそういった人を助ける必要があるのかというのもやっぱり多くの声が聞かれることだと思います。まずじゃあそれだけね行きたいのであれば、私は思うんです、それだけ行きたいのであればもう一筆書かせるべきです。何があっても日本政府のせいにはしません。これは全部自分で選んだ意思で、自分が殺されようが、ね、日本政府は助ける必要もありませんし、見捨ててください。でそれでサインしてね、それで行く覚悟があるのであれば俺はいいと思ってます。その覚悟がないのにね、捕まってから日本政府にお金を要求するね、それ下手すればテロリストとグルになって要求している可能性もありますからね。そういうビジネス、誘拐ビジネスなるものもあるのが実情です。なのでそういったところを考えるとね、まあ今回日本政府がやったことっていうのは、正しかったのかなって感じはしますけど、もし本当にこの方がね、徳岡さん行きたいのであれば、やはり一筆書いていくべきかなって感じはします。自分と、例えばまあ左派、ジャーナリストは左派が多いですからね、その中でだけど、その中では自分自身は日本人としての、意気込みっていうかね、日本人というのは意識があるわけです。これは世界、海外留学、駐在してに多くの外国人と出会って友達もいっぱいいますけど、その中でやっぱり自分は日本人だなっていう感じたわけです。なのでまあ、その中で自分が世界各国訪れてます。81カ国ね。で、その中でまあ、多くのものを見てきて、多くのものを写真で収め、映像で収めてきています。これはやっぱり意義があるものだと思ってます。これは後世に残していくという意味でもあります。で、今までアジア、ヨーロッパ、これが旧ソ連だった国々ね、これがソ連だった国々ね、じゃあロシアとの関係はどういった感じかっていうのを調査してきました。で、これから行くのは中南米、アメリカと仲良くない国もあります。そういった国々の状況、そしてアフリカ、諸国、ここら辺もね、行く予定です。あとは、この間、まあ、中東行ったけど、残った国も結構多いので、中東の諸国も行きます。太平洋諸国。だから今まで81カ国だけど、さらに、まあ、50、60、70カ国は行く予定なんだけど、それはもちろん自分がもしその場でね、亡くなることがあれば、それはもうそこでね、俺の人生はそこまでの命だったなと思うしかないです。で、日本政府のね、せいにはしません。誘拐された場合もね、だからここは覚えててですね、自分がもし誘拐された場合、この方が出してもいただいてもいいので、日本政府にはね、一切迷惑はかけないし、身の上金を 払うなと言ってやってください。まあそこまで来たら、まあ潔くね、自決するしかないなって感じがします。そこはまあ日本刀はないけどね、まあなんとかそういったところでね、
だから昔の日本人っていうのは、まあ、さっきの体操の武士道もそうだし、まあね、もともと自分は武士の血が入ってますので武士の家系ですので、やはりその武士道精神、そして、切腹ね、何かあったら自分で責任を負う、この精神っていうのも薄れてきてるんじゃないかなって感じがします。義理と人情、こういったものも薄れてきてる。いわゆるアメリカ型のね、いわゆる合理主義が蔓延して、自分さえ良ければいいね、人はどうなってもいいなんていう考えの人が戦後増えたんじゃないかなって感じはします。かつての日本においては、義理と人情を重んじ、犠牲という言葉でね、人のために尽くす、そして自分、国家のために尽くして死ぬ、そういった人々が多かったわけです。自分よりもやっぱり他者、もしくは国家に対してなんです。これは明治維新の時もそうなんです。そういった意気込みっていうのが薄れてきているのが実情で、やはり権利権利ばっかり主張してるっていうのはやっぱりまたそれはおかしな話なのかなって感じはしてしまうんです。ただまあ先ほど言ったように、私はね何度も言うけど、世界は必ずみんな見たいじゃないですか。どういったところね、この間亡くなった誰だ、旅行ジャーナリストのせいじゃないですか、あの90歳の金高薫さん、あの人みたいに、その当時ってはなかなか日本人が海外に出れなかったんで、そのテレビ番組で世界を見てきたわけです。だから誰かしらがね、情報発信していかないといけないわけだね、です。ただ、その現地を取材するにしても、やっぱり一人で単独で行った場合、危険な目に遭うわけじゃないですか。じゃあ、それじゃあそういったジャーナリストグループで一緒に行ってね、で、安全を買った上で行くならまだいいんだけどね、そういったところも甘いのに行ってしまうと、ちょっとね、また捕まってしまって、同じような目に遭ってしまうというのは、やっぱり本人のために良くないので、日本政府も、まあ、そうしたのもあるんですけどね。まあ、今回非常に難しい問題です、ね、言葉をきれいにね、あえて語らさせていただいてますけど、まあ、いくらでも言葉なんてきれいに語ろうが汚く語ろうができますけどね。だけどまあ非常に難しいんだけど、うん、まあ今話した通りです。とにかく私はね、日本人としての意識はありますし、世界各地をまだ回っていきます。まあ体力的に最近衰えてきてるんでね、いろいろと、まあ、海外のあるも大変になってきてるけど、まあそれでもね、アフリカとか中南米とか気合入れて行きます。まあジムで最近鍛えてますから、体力作りしてます。なのでまあこれから行く国、中南米に行きますけど、その中でまあ途中でどこかで死んでしまう可能性もなきにしもあるので、その時はまあ皆さん申し訳ないです。まあ途中途中アップしてきますけどね。で、何ヶ月ももしかしたらアップがなくなってしまったら、もう本当死んでるかもしれない。そこだけね、まあ死んだら多分ニュースで出るかな。まあ、とにかく自分は、核を持っていきます。とにかく、こういった問題に関しては、まあ、今回ね、質問でいただきましたけど、皆さんも何か質問があればね、質問いただければ回答させていただきます。変な質問はね、答えれませんから、あれですけど、まあ、こういう質問だったら大丈夫です。